皆さんこんにちは、ケンジェルです。今回ビデオ撮影していただいたそのトピックは、エゴのコントロールを解き放ち、抵抗を一切捨てて、ハイヤーセルフ、私たちのハイヤーセルフに任せて、運転席に乗ってもらって、私たちはハイヤーセルフの意思に沿った、ハイヤーセルフの願いに沿った人生を送りましょうというお話をさせていただきました。そしてこのビデオを撮影終えたその夜に、その日にふっと思い出した、ふっと頭に浮かんだことがあるのですが、多くの方々がもしかしたらこの私たちのハイヤーセルフの決めた、ハイヤーセルフが、私たちがこの人間として、この今の肉体の中、この日本やアメリカやフランス、スペイン、いろいろな国に女性として男性としてどのような両親を持って生まれてくるかと、全てのシナリオを、私たちが肉体を持たない魂だった時に決めて、そしてこの地上に、この地球に、地球なり他の惑星なりに降りてきて、その一生を送る中で、もしかしたらハイヤーセルフの描いている、望んでいるその脚本、シナリオに沿っていない夢、沿っていない目標などがあった場合には、その目標、夢は叶わないかもしれないというお話をさせていただきました。そしてこのハイヤーセルフの目的に沿っていない夢を追い求めていても、どんなに頑張っていても、その夢は叶えられずに終わりを遂げるようなお話をさせていただきましたが、このビデオを撮影した後に、きっともしかしたらたくさんの方ががっかりしてしまったのではないかなと感じました。がっかりするだけではなく、怒りさえ感じたり、それならば初めから人生に肩書き、人生にそのシナリオ、ブループリントがあるのならば、何にも努力することもない、アクションを起こすこともない、何もする必要がないのではないだろうか、ただ寝てカウチに座ってポテトチップスを食べてビデオゲームをやっていてもいいのではないかと感じられた方がおられるかもしれません。もちろんその人生も人生です。それでもいいのですけれども、勘違いしないでいただきたく、今また急いでビデオを撮影しています。メッセージを伝えたく、ここでお知らせさせていただきたいことがあるのですが、私が今回動画でお話しさせていただいたことは、私の現実の中、そして多くの大勢の人々、臨死体験を体験したり、チャネリングをしたり、ハイヤーセルフとぴったりと寄り添っていると一体感を感じられたことのある人々、多くの人たちが私と同じようにその意見を、この意見に賛成してくれています。私たちのブループリント、ハイヤーセルフ、この大きなレベルでの本当の私たちが決めたこと、本当の私たちがこの人生で成し遂げることを決めたことは必ず実行される。そしてハイヤーセルフが望んでいないことは叶わない、叶えられない。どんなにローオブアトラクションを学び努力しても、ビジョンボードにいろいろな願いを書いたり、写真を貼っていても、毎日アファメーションをしていても、その願いは叶えられないかもしれないというお話を前回、今回させていただきましたが、それは私の現実、私のリアリティの中では真実だと思います。そして先ほども申し上げましたように、大勢の方のリアリティの中でも真実、トゥルースだと思います。でもがっかりしないでいただきたいから、この今ビデオを撮影させていただいております。なぜなら、私たちは本当にそれぞれに、私たちのハイヤーセルフ、ソース、神とぴったりと寄り添っている大きな大きな本当のあなた、本当のあなたが
望んでいること、本当のあなたがシナリオを書いて、あなたにそれを小さなこの体の中に入ってきて経験してほしい、成し遂げてほしい、味わってほしい、一緒に味わおうと思って決めてきたことは、今のあなたの、もしかしたらこの前回小さなボックス、エゴ、私たちのエゴの考えは ほぼここら辺、ちょうどチャクラではありません。これはサードアイのチャクラではありません。でもただこの額のあたり、このここら辺で考えている、おしゃべりをしている、ほとんどの人々が人生一生涯にわたり、ほぼ 90% ぐらいの確率でこの額の中で考えて、額の中で浮かんだことだけに行動を起こしたりリアクションをしたりして生きていると言われていますが、このエゴのレベルでの小さなボックスで考えてきた夢、設定した目標、決めた願望、これをやりたい、これを成し遂げたい、この職業に就きたい、この人と結婚したいというような願望は、もしそれがハイヤーセルフと沿っていないのならば、ハイヤーセルフに、あなたの本当のハイヤーセルフに沿った夢、沿った願望を一日も早く見つけて、その沿ったハイヤーセルフがブループリントに用意してくれている道を歩む方が、小さなエゴのレベルでの設定した夢を歩んでいるよりも、はるかに想像以上にあなたは毎日がハッピーに感じられ、平安でウォーリーフリー、不安やストレスを感じずに正しい道に行っている、全てはうまくいっていると、ハートのレベルで本当に感じられ、心地よい人生を、スムーズな人生を歩んでいくことができるはずです。多くの場合、私たちのこのボックスにどうしてハイヤーセルフとは違う目標、違う夢、違う願望が入ってしまうのでしょうか。それは残念なことに、悲しいことに、この地球上、何億年も歴史のあるこの地球と言われますが、この地球上に生きていく上で、私たちは暗闇があり、闇があり、光があり、闇があり、同じですね。必ず全て対極があるこの世界のお話を何度かさせていただいたと思いますが、闇がある以上は私たちに抵抗するフォース、抵抗する力がこの地球にはずっと存在しているのです。聖書の中にも、コーランの中にも、悪、サタン、ディーモンなどという、その暗闇、私たちの光から私たちを光から離そうとするフォースが昔から存在していましたよね。そしてそのフォースは実際に私たち人間がクリエイトしたものかもしれませんけれども、存在しているというのは事実です。そしてそれらのダークフォースと言われるそのパワー、光ではないパワー、光を閉ざしてしまおうとする雨雲のようなそのパワーは至るところに存在しています。例えばそれはテレビに流れる、マスコミの中に流れてくる、雑誌の中に流れてくる誘惑であったり、ニュースであったり、学校、12年間私たちは義務教育で学校に行かされてきました。今でも子どもたちは義務教育として学校に行かなければいけないと思いますが、この学校の教育システムも大きな間違いがたくさんあると思います。今たくさんの人々が世界中でそれに気がつき、ホームスクーリングなどをアメリカでも始められている両親たちが大勢増えてきています。学校の教育、今までの教科書、歴史の教科書やいろいろな教科書で教えられてきたことが必ずしも全て真実だとは思わないでいただきたいと思います。これからはどんなことを耳にしても、どんなことを目にしても、必ずクエスチョンするべきです。私たちは必ずその真実性をクエスチョンするべきだと思います。そして私たちのそのエゴのレベルの夢、有名な前回
この動画でお話しさせていただいた例えはシンガーになることだけでしたが、そのエゴのレベルでのその目標がラップスター、ハリウッドのラップスターダンサーたちがかっこいいから、ビヨンセやフィフティセンツ、スヌープドッグといろいろなハリウッドのエンターテイナーたちがいますけれども、その雑誌を見たりテレビを見たりミュージックビデオを聞いたりして彼ら見たくなりたい、そうしたら私もみんなに尊敬される、人気を得られる、孤独から抜け出れると感じられ、ハリウッドのスターになる、シンガーになる、ラップミュージシャンになるといった夢を持ったり、いろいろなこのエンターテインメントの世界だけではないと思いますが、そのエゴのこの小さなボックスでのレベルでのハイヤーセルフとは沿っていないあなたの間違ったとは決して言いたくはありませんが、あなたのハイヤーセルフと沿っていない目標はどこから来てしまったかというと、話が遠回りになってしまいました。申し訳ございません。でも結局その私たちのハイヤーセルフに沿っていない目標や願望、夢はテレビや雑誌、学校の先生、教師たちや両親、友人たち、周りのこの世界、周りの世界から私たちは子どもの頃から、赤ちゃんの時から今に至るまで、今日に至るまで、会社でもそうです、至るまで催眠をかけられてきたと同じだと思ってください。催眠をかけられてきたのです。私たちは全て残らず、ある意味でネガティブな催眠、ヒプノーシスをかけられて生きてきたのです。その催眠にかけられて間違ったこの地球での3次元のレベルでの目標を、私たちの本当の目的、本当に叶えたい夢だと思って、ハイヤーセルフとは沿っていない道に歩んでいこう、進んでいこうと何年も何年も努力してきた結果、大勢の人々がどんなに努力しても小さな成功は得られてきたかもしれません。どっかの舞台で歌ったり、雑誌に載ったり、小さな成功はもちろん、アクションを起こすと必ず結果を得られると同じように、小さなレベルでの成功は収めることができるかもしれません。でも決してあなたのハイヤーセルフに沿っていない目的ならば、あなたがハイヤーセルフとぴったりとアライメントされていなかったのならば、その夢は追い求めていても歩んでいても決して 100% 満足できる、心が豊かに感じられるものではないはずです。またそれどころか病気になってしまって寿命を縮めてしまっている人たちもたくさん今までいたと思います。必要のない病気を引き寄せてしまったり、心の病気、体の病気、どちらも当てはまっています。ノイローゼのようになって苦しんでしまったり、心の病になって薬漬けになって生きていて、それが本当にあなたのハイヤーセルフに沿った、あなたの本当のあなたの沿った、あなたの夢に沿った願いを生きている結果でしょうか。いいえ、それは違います。あなたのハイヤーセルフ、本当のあなたがこの地上に生まれてくることを決めた目的を少し一歩でも歩んでいるのならば、たとえその途上であっても、あなたが完全にその頂点に、まだゴールにたどり着いていなくても、あなたはストレス、余計なストレスを感じたり、不幸に感じたり、悲しさを感じたり、焦りを感じたりは決してしないはずです。前回お話しさせていただいたシンガーのお話も同じです。本当にあなたのハイヤーセルフのブループリントにシンガーになるということがちゃんと書かれていたのならば、あなたはまだ成功している段階ではなくても、一生懸命小さなワンルームのアパートに住んでいて、まだオーディションを行ったり来たりしている状態でも、あなたの心は歌うということに情熱を感じられ、あなたが今自分の夢に向かって歩んでいるというこのステップ、プロセスに喜びを感じられ、満足感を感じられ、決して大きなストレスや
病気を招いたりする結果にはなりません。そして今回このビデオを続けて撮影させていただいた理由は、決して今のあなたが今まで何十年経ってきたその間違った夢を追い求めて何十年経ってきたとしても、決してがっかりしないでいただきたいということです。今からでも、あなたがいくつであろうとも、どんな失敗と思えることを今まで人生の中でしてきてしまったとしても、今から方向転換をすることができるのです。そして今から本当のハピネス、本当の喜び、ハピネスとジョイを感じることができるのです。喜びをハートに感じる人生を今から切り開いていくことができるのです。ハイヤーセルフはあなたに必ずあなたがハイヤーセルフが望んでいると同じような、全く同じようなではなく、同じ夢を叶えるべくぴったりとバックアップしてくれています。ですから、あなた、今のあなたにできることは、もしあなたがヒプノーシスにかかっていて、催眠術に子供の頃からかかっていて、周りの新聞や雑誌、テレビ、ラジオ、会社や学校、両親たちから あなたの夢ではないことをあなたの夢のように植え付けられてしまってきているのならば、それらをすべて今から解き放って、すべての怒りを感じてはいけません。あなた自身にも誰にも怒りは感じないでください。でも、きれいさっぱり解き放ち、すべてを許し、白紙状態に戻して、あなたのハートに、額ではなくハートに、ハイヤーセルフ、あの本当のあなたが何を望んでいるか、毎日ゆっくりと静かになって耳を傾けてください。あなたが本当に喜べることを今からでも始めてくださいと、何度か今までの動画でお話しさせていただいたと思いますが、それが一番簡単にあなたがハイヤーセルフとぴったりとアライメントされ、ぴったりとアチューメントされ、あなたの本来の目的を叶えていく、あなたがハイヤーセルフと一緒に、ハイヤーセルフが敷いてくれた道、選んでくれた道に沿って歩んでいける方法です。本当のあなたの夢に、あなたのハイヤーセルフの夢に、あなたのハイヤーセルフの選んだブループリントに、あなたの行動が、あなたの毎日が、人生が沿っていたら、あなたは余計なストレス、余計な苦しみ、苦悩は感じていないはずです。これからは感じられないはずです。このことをお伝えしたくて、続けてビデオを今回撮影させていただきました。決してがっかりしないでください。あなたが今まで夢と思ってきたことがなぜ叶えられなかったのか、そしてまた本当にこれからも叶えられないのかと、がっかり落胆しないでください。あなたが、本当のあなたがこの人生で、今の人生で叶えるべくして生まれてきた、その叶えるべくものをに沿ってあなたが一歩一歩歩んでいると、あなたは本当にハッピーに、喜びを感じ、安心感を感じ、満足感を感じて生きていくことができるのです。幸せになるために今まで頑張ってきたと思います。一人一人、あなたも私もみんな一番望んでいるものは、たくさんのお金でもなく、名声でもなく、何かものでもなく、幸せではありませんでしたか？幸せではありませんか？幸せになるために何かを求め、地位を求めたり、たくさんのお金を求めたりしてきませんでしたか？幸せになるために、あなたは、あなたのハイヤーセルフが用意してくれている夢に沿った人生を歩むべきなのです。このメッセージをお伝えしたく、続けてビデオをご紹介させていただきました。それではまた。ナマステ。